はい、トモコンチャンネルです。はい、今回はね、ここ2、3日の前、2、3日前にね、ちょっとエアブラシのまあ本体っていうかね、これですね、説明書ではこのね、まあ、先端というかまあとかホースとかね、ノズルとかまあセットですねをちょっと格安で買ってきました。はい、で、まあこれはアマゾンとかね、通販で買ってきたものなんですが、セットです。はい、これね、まあこれホースですね。はい、で、僕がちょっとね、今までちょっと使ってたこのエアブラシの男っていうのは、まあちょっと古かったので、なんとかまあ今まではね、ちょっと、色が老けてましたが、ちょっとね、まあ、C まで、これ31の C まで言いますと、まあ、ボンネットのとこもね、まあちょっと画面上ではちょっと分かりづらいかなと思うんですけど、ちょっとね、ブツブツとかね、なってでできてました。まあ今まで使ってたのこのエアブラシっていうのはもうこれからね、サフとか、そういうやつですね、まあ、サフとか下地を拭くだけのものに、したいかなと思います。はい、で今回買ってきたのはまあ中間拭きとか、上拭きとかね、まあクリアとかっていう風に、分けてやってみようかなと思います。はい、まあこんな感じで、今まではね、まあこういうタイプも持ってました。はい、まあ掃除とかもちょっとしてる状態で、はい、なってますが、こういう風にね押してから引っ張ってっていうやつです。はい、古いやつはね、今まで使ってたのはここに今塗料を入れるんですが、この下のとこですね、下のとこで瓶に塗料を入れて、拭くタイプでした。はい、で、今これ新品のやつですね。はい、は上に塗料入れて、ダブルアクションっていうやつですかね。はい、それを買いました。でもう一個のやつもね、このタイプにありますが、今ちょっと、修理中っていうか、はい、掃除中のやつなんで、まあまたね使えるようになったらそちらも使って、こちらも使って、で、下地とかサフ拭きの時は、今まで使ってたやつを使います。はい、こんな感じのやつですね。はい、でまあこんな、はい、やつもついてまして、まあいろいろねついてます。はい、で、ここのセットですね、セットっていうのは説明書では、エアブラシ本体で、レンチっていうやつですかね。はい、でスポイトとかで、まあ、先の方ですかね、ノズル 0.3 と 0.5 で
0.5 のノズルキャップっていうやつですね。はい、それがノズルの方です。で、0.3 と 0.5 のジェットニードルっていうやつですね。はい。で、高速ジョイントっていうやつ。で、ミニエアフィルター。で、1.5 ミリのエアブラシホース。はい。で、まあ、このね、この、本体の中には、0.2 のニードルは、エアブラシの中にありますって書いてますので、この中に、はい、入ってます。はい。で、まあ、これはね、油性、水性、アクリル塗料ですね。には、まあ、3タイプの方でも、使用できるって書いてます。はい。これのセットで、まあ、ちょっと格安で買ってきました。まあ、あのね、タミヤさんとかって言うたら、まあ、もうちょっと、金額は上がると思いますが、はい。まあね、そんぐらい、アマゾンの方でね、格安で買ってきましたので、このセットで、ちょっと、これからね、まあ、綺麗にエアブラシでね、プラモデルとかの色を拭いていきたいかなと考えています。はい、まあ、これ、このエアブラシの方で、これからね、まあこれ、今まあこれシーマの方で、今ブツブツなんですけど、これを、まあまた、次回ですね、次回からちょっと削って磨いてね、もうちょっとだけ磨いて、上拭きとか、クリアの方を拭いていきたいと思います。まあ、シーマの方もね、これ、前回ちょっと、完成した AE86 のレビンなんですけど、この色ですね。はい。これは、キュウイグリーンメタリックっていうやつなんですが、それを、このシーマにもね、拭いていきたいと思いますんで、はい。この色でシーマの色です。はい、それで、次回からこのエアブラシで拭いていきたいと思いますんで、よかったらまた次回の動画もね、見てください。今回はね、シーマの方ちょっと手つかずでちょっと置いてましたが、今回はこのエアブラシのセットでね、ちょっと紹介をしてみました。はい、まあ、2、3日前に、買ってきて、今回ちょっと紹介をしてみました。はい、まあ、僕もね、新しいやつはちょっとまだわからないので、今まではね、この押すだけとかっていうのはやってみましたが、ちょっとね、このダブルアクションっていうやつっていうのはちょっとだけ慣れてないので、まだ、うまいこといくかどうかっていうのもわからないんですけど、なんとかちょっと頑張って、綺麗にエアブラシ使って、これからのプラモデルでね、拭いていきたいかなと思ってますんで、よかったら次回の動画も見てください。はい、で次回はね、3インチのシーマですね。はい、このシーマですね。はい、それの色を上拭きとね、エアロですねとかもつけたりして、やっていきたいと思いますんで、よかったら次回の動画も見てください。はい、それでは今回はこんな感じでね、
このエアブラシのセットを買ってきたので、紹介をしました。はい、それではお疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。バイバーイ。